はい始まりましたヤマケンチューブです今日もよろしくお願いいたします、えー、今日もヤマケンヒストリーをお話しさせてもらいます、えー、北海道編になりますね、えー、前回に引き続き北海道、えー、移住編をお話ししたいと思います、えー、前回ですね、えー、菊田選手とのグラバカの試合を ジムをね、8月に立ち上げてきてすぐですね、4ヶ月来て、4月の22に来て、8月ですから、もう4ヶ月ん、ん ?4 ヶ月か、に、後にはもうジムを再開して、で、そこからの2ヶ月後に菊田戦をやったんですけども、その前にですね、私は DDT とか、カナプロだとか、 えー、に上がってるんですね DDT はあのー、ね高木のさんちゃんと東京にいる時から共通のね、あのー、飲み屋の場所とかがありましてそこでまあ駅投、えー、をして「あの山健さん、あのー、プロレス復帰する時はぜひ DDT で DDT からでお願いします」みたいなねこと言われてたんですけど。 僕はあのアパッチにこっち来る前に上がってしまったのであの北海道に高木のさんちゃんが来た時にあのもうその時僕ねお店もすぐやってた時で、えー、1年後かな来て1年後かなえー、あ1年後だからまだその時はそっかカナプロが先だったのかなまあまあ あの、うん、その時言われたんですよね「なんでアパッチなんですか?」と何 <laughs> かいろいろあるみたいで「そうなんでアパッチなんですか?」って言われて「いや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 もうたまたまそういう流れでさ」っつって「ごめんごめん」っつってで DDT がまだ北海道、ね、上陸できてなかったんででじゃあ,あの何か北海道でね あの役立てるんであればっていうことでそこから DDT に3回上がったのかなでハードヒットね最後私引退試合のハードヒットにも上がりましてそんな感じなんだよねでカナプロカナプロは、えー、2011年の9月、まあ、カナプロの方が早かったのかな まあそのカラプロまずあの上がりましてえ京都大会だったかなえ私が更家選手とパンクラスの更家選手と組んで,で相手がえ薄田勝美え常年のね、あのー ど忘 <laughs> れちゃったら <laughs> 出てこない、常年の石川選手 <laughs>、石川祐希選手とね初対決ということで、またこれはね、通好みのねカードを、えー、かなちゃんが、ねえー、組んだわけですね。かなちゃんはあのプロフェッショナルレスリングが好きでね、えー、男子プロレスラー顔負けのねあの練習を本人もねしておりまして、我々をブッキング。 マッチアップを、えー、その頃ね、えー、プロフェッショナルレスラー好きのかなちゃんがプロフェッショナルレスラーを必ず誰かしらあげるようなことをしてましたよね。あで、香菜ちゃんといえば今ね、WWE でね、あのアスカというね選手になって頑張ってますよね。大ブレイク、ね、しましたねうちの店にもね。 あのなんかのウェーブだったかなんかのね大会にあのカナちゃんが出るときにえついその流れでねうちの店にも顔出してくれたりとかねえ僕はカナプロにもね2回上がりましたねえー2回目は翌年だったかなあのー今度はカナちゃんと私が組んでえーっと 池田選手バトラーズの池田選手と、えー、シュリ里ちゃんがね、組んで、シュリーちゃんはね、ハッスルとかね、えー、出てきた子ですよね、キックボクシングもやってて、ね、格闘家、ね最近は USC とかにもね、女子で上がったりとかして、パンクラス経由でね、すごい頑張ってますよね。 そんな,かなちゃんと組んで、池田選手とも初対決だったんですけど、シュリちゃんともそうですけど、なんとなんともう50分ぐらいのね、試合をしたんですね。でもう、我々男が顔負けのもうね、ハッスルをシュリちゃんも、かなちゃんもしてね。で僕も ちょっとね女の選手と試合するの初めてだったんでいかがなもんかなと思ったんですけどねまあ、YouTube に転がってるかもしれないんでよかったら皆さん見てみてくださいで感想あったらね、えー、聞かせてくださいでちょっとね、えー、話は DDT に戻りますけど DDT でもね、えー、高木のさんちゃんと組んで、ね、いろいろやりましたよね。で、あのー、ちょっと名前出てこないんですけど、まあ、本当、いろんなね、選手とね <laughs> <あの> <laughs>、えー、やりましたよね。入江君ともね、やったんですよね。うん楽しかったですね。 うん、もうちょっとね、あのー、楽しんでもよかった,なよか,よか,ったかなってね思う <laughs> ぐらい楽しかったですねであのうちの金田一っていうね名物店員がいるんですけど生徒がいるんですけど生徒兼店員というかねいるんですよねこっちでじご当地レスラーやらしてるやつがいるんですけどそのことをねさんちゃんとか DDT のね 人たちがすごい気に入っててくれててえー、一度 DDT に入れようとしたんですけどテスト怠けちゃってあの不合格になっちゃって <laughs> 最後の一発ギャグだけにかけてたんであの落とされちゃったやつなんですけどまあまあまあ,あの面白いキャラのやつがいるんですけどまあまあもうご存知の人はねあの私のライブとかでもねちょろっと出たりとかしてるんで多少いるとは思うんですけど。 まあそういうのがあったり、ね、あとうちの弟子で岩崎光希っていうのがね北海道から DDT ね入って今頑張ってますね今ガンプロとかに、ね、出てますねあえて自分からなんかそういう自由にいろんなことやりたいってことで DDT 枠でね DNA という、ね、若手のそういう、ね、ところから DD 枠で頑張ってたんですけど DDT からあえて好きなことをやるためになんかあのガンプロの方に、ね、移籍して今頑張ってますねはいまあそんな、えー、こんなでですね、えー、プロレスを、えー、もうやりながら事務運営をし コツコツ人を育てながらいまして、で、えー、グラバカにもね、もう一回上がって、えー、菊タ戦の翌年えー、K ・山宮選手と、えー、やりましたね、シングルで、それ総合ですね、2ラウンドフルにね、試合をして、 判定でね私負けたんですけどその当時の慶山宮選手っていうのはまだねあのタイトル戦線パンクラスとかのタイトル戦線に出てた、えー、ねタイトルマッチをやるような選手だったんですよねそんな選手とフルラウンドやれてまああのだいぶ調子もねあの1年前の菊田戦よりは上がってきて、えー、まあねプロレスやりながらですけどなんかこう。 なんや俺まだまだいけるやんみたいなね感触はねこんな状況でも俺ねここまでやれるんだからやっぱ俺強えなみたいなね <laughs> これだからダメなんですよねうーんログスポ練習もねしなくても試合はやっちゃうんでねその時の気分でねまあだから僕はもうやっぱりあのアスリート気質というよりもエンターテイナーなんですよね やっぱりプロレスから始まってるんでどうやってお客さんを、ね、魅了するかということをこ叩き込まれてますからね勝ち負け以上の、ね、記憶に残る、ね、最高の試合を常に心がけてねしたところがあるんでやっぱり、あのー、こんな感じなんですよね。でまあまあまあそれがプロ道というか私のね プロ動的なことなんですよね。でそうこうしてるうちにですね今度はですね、えー、高木のさんちゃんから「ハードヒットやってるんですけどヤマケンさんあの出てくれませんか?」ってなってね「僕はあの20周年でなんかさんちゃん俺を使えば?」って言ったんですよね「DDT で」って言ったら。 いやハードヒットがや今やってるんですけどハードヒット北海道上陸してないんで第2の聖地 U の第2の聖地で、ね、U のルールでやってるハードヒットを上げたいんですつってあじ,ゃあじゃあそこで使うかいっつってで相手誰かなと思ったら上山隆起だったんですよね僕の直の数少ない後輩の一人 えー、3年後輩で上山でそのちょっと上山の後輩で松井でそこからまた1年後輩で豊永ってこの3人が僕の数少ない唯一の直の後輩になるんですねそんな上山ともねいろいろ「キングダム」時代僕がねえユー、U、インターの後半ぐらいから上山にきつくねちょっと当たって。 厳しくしすぎたんで、キングダムのね、えー、最初の頃にあいつは辞めて、ねえー、リングス行って、田村さんのとこ行ってね、えー、で僕はその後リングスまた行って、嫌 <laughs> だったと思うんですけど、そんな上山も今、田村さんのとこか離れてね、えー、自分で一匹どっこいでね、ジムをやって、経営者もやりながらね頑張ってで、まだ上山も、 ディープでね階級私と全然違うんですけどディープで、えー、ね上山もタイトルマッチにまだねやるよぐらいの状況なのにもかかわらず私のね解釈人としてねあの手を解釈人っがその時は引退決めてなかったんですけどねまあやるって言うんであねまだ体ちっちゃいのに格闘技やってんのに俺とやるんだと思ってそしたらねなんかね あのもうここで終わりでいいかなと思ったんですよね。U、で始まり、U、で終わるのが俺らしいかなと思ってねであと北海道でねやっぱり裏方をやるためには早くね現役にけじめつけなきゃいけないなと思ってたんでね東京の時にもずっと考えてて現役しながら経営者やったり裏方やったりするのは本当でね大変だったんですよね昔はもう本当私はもう野球で言ったらプレイングマネージャーみたいなねプラス経営者みたいな。 のもう、えー、全部ねやってきたんでやっぱその大変さを分かってるんでやっぱ裏は裏でね徹しなきゃいけないなというのがねずっとありましたでそういうこと考えたらやっぱりね高木のさんちゃんはすごい、えー、選手もやりながらね経営者もやって手腕ありますよね僕は一番マット界であのー、ねあのまあ新日さんとかね大きいところは別ですけど あの高木の、まあ、野さんちゃんも今大きいですけどね DDT もねサイバーエージェントが、ね、バックについてでもやっぱり経営者としてね尊敬しますよねだから僕はあの、ね、総合版というか UWF 版のねあの高木野さんちゃんに近づけたらいいななんて思いながらこうねあの勉強させてもらいましたね、えー、そんな感じで、えー、ハードヒットね相手が決まったんで 僕はそこでまあ,あの旅のね、えー、格闘家という長いプロ格闘家という旅を終わらせようというふうに決心をしましたで誰かに相談するとね止められちゃうんでね誰にも相談しないで自らがプレスレリースをマスコミにバーンといきなり出してねみんなをちょっと困らせてしまい、まあ、びっくりさせてしまいましたけど関係者はね 申し訳ないなと思いましたけどでもまあねそれでまたね話題になってね注目されればねお客さんも入りますからねそれでいいかなっていう勝手な僕のね、えー、終着点にさせていただきましたはいということでね、えー、今日ちょっとね私昨日 東京からまたね、あの14連泊しているね、あのー、ゆうたろうっていうね、あのうちの視聴者、山県中部チューブの視聴者のね、ことね、もう 5, 5回目だかぐらい飲んだんですよね、今日もまた来るみたいなんですけどね、えー、昨日も2時過ぎまでね飲んでたんでね、ちょっと私、ちょっと、えー、今日テンション低めなんで、今日のところはこれぐらいに <laughs> させていただきます。 えー、いやーすごいよね最近ヤマケンチューブの影響でね、えー、みんないろんなとこから来てくれてありがたいことですね T シャツもね売れてますし本当ありがたいですヤマケンチューブやってよかったなと思いますねあのー、うんまあそういうことでまあね俺もねうん県究イズベスト <laughs>